この時間は大分トリニータ対北海道コンサドーレ札幌の一戦を大分市の昭和電工堂大分からお伝えします。大分は5連戦の3戦目、そしてこの試合が今シーズンのホーム最終戦です。ゴールキーパーが高木、ディフェンダーは岩田、羽田、三沢、ミッドフィルダー松本玲、長谷川、小林幸、田中達也、ツーシャドウに町田と野村、そしてワントップに知念です。ご覧の通りキャプテンの鈴木義則はスタメンにもサブにも入っていません。一方の札幌です。こちらは中6日で2人を入れ替えています。ゴールキーパーが菅野、ディフェンダーは田中俊太、キム・ミンテ、福森、そして中盤がルーカス・フェルナンデス、宮沢、深井、菅、ツーシャドウに金子と駒井、そしてワントップにジェイです。さあ金子がかわしてこのままシュートに行く。いいと思いますね。こちらが金子拓郎。さあここはボールを奪いました。知念、中に町田が入ってくる。野村が行くシュート、決まった。前半23分野村直樹が決めました。大分トリニータ先制。この一戦試合を動かしたのはまず大分でした。10番の野村直樹、今シーズン3ゴール目を奪いました。ワンステップもないところで、それで町田が少し頑張ったんですけどね、ここに入ってきた野村、体勢は悪かったんですけどね、はい、ゴールの枠にしっかりと流し込みましたよね。まあ、前線の3枚で取った得点ですね、はい、さあ福森からここ菅が抜けてきてシュートに行けるか。ここはサイドでした。ポストですね。ポストに当たっています。さあ先ほどのシーン、さあジェイに直接合わせてくるが、ここはジェイが抜けてくるか。松本はさあここで生き残りました。さあそして菅から中央に向けてヘディングシュート。いやー、怖いですか。さあここ野村が上げてきて抜けてきた。今飛び込んだのはここはミサオが行きましたか。ここを抜けてきた岩田から入ってきた。ここは菅野がキャッチしています。ボランチの深井、ジェイからワンタッチでここで抜けてきた。小前がシュート行く。高木がブロック。最後は小前、そして高木がセーブ。長谷川、前に知念と町田、知念がかわす、町田、そしてファーサイドの松本幸、菅野がキャッチしていきました。先ほどのシーンです。知念がここよく抜け出してね、逆サイドで上がってきた松本をしっかり見て、このボールに対してダイレクトでね、しっかり合わせましたけどね、ラインの本当に上ですかね、ギリギリですね、いいシュートですけどね、ナイスキーパー。さあ福森が上げてくる中央、高木が出てきています。さあこのこぼれはルーカス・フェルナンデスのシュート、非常に強烈なシュートを放っていきました。さあここで抜けてきた、ここで行くか、シュートを放ってきた、アンデルソンのペス。これで今シーズン9ゴール目で同点としました。札幌後半の30分追いついた札幌。先ほどのシーンです、ここのくさびのボールからね、間ディフェンスラインの間に入って、ここのコントロールですね、一発目で、で左足切り
切られてたんで右足に持ち替えるんですよね、はい、でゴールキーパーの位置を見てしっかりニアに流し込んだっていうところで、まあ、ファーストコントロールですね。ここで勝負ありかな。左の星を見ています。そして星からミサオ、さあ知念が足元で呼んでいるがミサオが行く、右を選択、岩田が直接行った。ミサオから星のところには金子が奪った。さあ金子から J ワンタッチでつないで、ここを抜けてきた。ここで一旦上げてシュート。うわ、今ポストですか。最後は惜しくもゴールに上がらなかった。ここも入ったと思いましたけどね。最後はポス、ちょっとこれ決めなきゃいけなかったと思いますね。ここで遠い位置を狙ってきました。頭で反らしてここに J が上げてくる。このゴールをヘディングで落として高木がキャッチ。さあそしてここで試合終了の長いホイッスルが鳴りました。大分トリニータと北海道コンサドーレ札幌の一戦、1対1の引き分けとなりました。